バレンタインデーですので皆さんにプレゼントをしたいよというね、僕のエネルギーをぜひ受け取っていただけたらと思います。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。ルットゥーン、おめでとうございます。本日は2月14日超特大プレゼント会、イエーイ。はい、ということで本日はバレンタインデーですので皆さんにですねプレゼントをご用意しております。何のプレゼントなのかな、楽しみにねこの回の最後の方でお話ししますので見ててくださいね。一人で話すのは久しぶりな感じがします。これからもですね対談動画続きますので引き続き見ていただきたいと思います。というね、僕はね実はねタイに行ってたんですね。タイでジャパンエキスポという日本の文化を紹介するようなエキスポ見本市に参加してきました。まあ、そこでもねいろいろなシンクロニシティが起こったのでね、またねそれをね YouTube でお話ししていきたいと思います。とはいえですね本日はバレンタインデーですのでちょっとバレンタインデーにねまつわるお話をしたいと思います。バレンタインデー、皆さんねどんなイメージしますか？なんかワクワクする感じがする、なんか女性がね男性にこうチョコをあげるっていうね、習わしがありますよね。そもそもねバレンタインデーって何の日なのかっていうのを皆さんにねお話ししたいです。バレンタインデーのバレンタインっていうのは実はこれ人の名前なんですね。もうちょっと正式に言うとバレンティヌスさんという方のお名前なんです。バレンタインデーっていうのはバレンティヌスさんの日っていう意味があるんですね。でこのバレンティヌスさんって何の人なのかというと実は牧師さんなんです。昔のですねイタリアに住んでた牧師さんです。ローマの皇帝は戦争が大好きで、いろんな若い人たちを戦争に行かせたかった。でもなかなか若い人たちは戦争に行きたがらない。なぜ戦争に行きたがらないんだって思ったら、若い人たちは家族を持ちたいんですよね、恋愛をしたいんですよね、大事な人がいるんですよ。だから戦争に行きたくないってみんな思ってて、しぶしぶ戦争に行くみたいなね状況があったわけです。でそれをですね見た皇帝がけしからんということですね。なんとこの皇帝ですね結婚を禁止してしまうんですね。結婚禁止令を出してしまうんです。ですからどんなに愛し合う男性と女性もですね結婚することができない、そういう時代がイタリアの昔にはあったんですよ。でこのバレンティヌスさんっていう人がですねこれがまあすごい素晴らしい人格を持ち主でして、戦争に行かなきゃいけない男女、ね、結婚禁止されている男女をですね密かに、まあ、皇帝に内緒でバレないように結婚式を挙げていたんですね。牧師さんですから教会で結婚式を挙げられる権利を持っています。若い男女がね愛し合って結婚できない、結婚禁止令があるからっていうふうに悩んでたこの男女の人たちにですね内緒だよって言って結婚式を挙げてたのがバレンティヌスさんだったんですね。でこのバレンティヌスさんやっぱりねこう皇帝に目をつけられます。お前何やってるんだ、けしからんと、ね、結婚禁止令を破るような行為をやめたまえっていうふうに何度も何度も言われたんですけれども、バレンティヌスさんはですねくじけることなく自分を貫き通すんですね。この男女の結婚を内緒でやるっていうのをずっとやり続けたんです。そしたらですね皇帝も本当に怒ってしまいまして、なんと殺されてしまうんですね、悲しいことにね。でその日が2月14日だったんです。でこの2月14日のねバレンティヌスさんが亡くなった日、ね、男性と女性がこう結婚するっていうことは、まあ、当たり前のことじゃないよね、バレンティヌスさんみたいな人がいて結婚できてたり、ね、家族ができてたりしたんだよねっていう、そのね愛をちゃんとこう認識する日として、イタリアではバレンタインデーとしてバレンティヌスさんのね記念日として制定されるわけなんです。で日本ではね女性が男性にチョコレートをあげて愛の告白をするという日だという認識が強いですけれども、海外では逆にね男性から女性にプレゼントをあげることが一般的らしいですね。でもしくは家族同士もあるみたいですね。家族同士でプレゼントをし合う、だから男性が男性にあげたり女性が女性にプレゼントあげたりするっていうのも一般的なようなんです。で今回2月14日ね、
日本では女性が男性にっていう話ですけれども、世界を見るとね、まあ、世界で活躍する竜使い世界を見てますから、男性が女性にプレゼントしてるわけですよ。だから僕からね、皆さんに何かプレゼントをしたいなと今日は思っています。もちろんね、男性で見てくださってる方もいると思います。世界では男性が男性にプレゼントすることも2月14日ありますので、まあ、そのあたりはね、まあ、世界基準だというふうに思っていただけたらいいと思います。何はともあれ、今日ねこの動画を見てくださってるあなたに僕からプレゼントをしたいと思っているんです。最近僕プレゼント企画っていうのやってなかったんですよ。だからね、何かプレゼントしたくてしたくてたまらなかったんですね。なのでタイに行く前からですね、僕タイでお土産を買ってこようって思ったんですよ思ったんですけれどもね、タイにはですね、あんまり竜のお土産がなかったの。竜のお土産じゃなくて、もう象のお土産ばっかりだったのね。タイ象だらけ。もうお土産屋さんというお土産屋さんはもうどこもかしくも象っていう感じで、もう象しかいなくて、で象でもいいかなって思ったんです。もちろん象もね、神様の乗り物ですし、インドではねガネーシャといって象の顔をした神様もいらっしゃいますから、象の何かしらをねお土産にあげるのもいいかなっていうふうに思ったんだけど、やっぱちょっとね違うなって僕の直感が思ったのね。で今回じゃあ皆さんに何をプレゼントしようかなと思った時に、3万人登録者数超えましたということでね、記念をいたしまして、僕の新刊こちらのですね、龍神のすごい浄化術にサインをつけて100人の人にプレゼントしたいと思います。ルート君おめでとうございます。はい、なんでサイン本プレゼントしようかと思ったか、これはですね、 YouTube 過去の回で龍博士との対談がありましたね。僕は龍博士の本100冊にサインをしていろんな人にプレゼントをしたんです。でもね、実は自分の本をプレゼントしたことって今までないんですね。なので今回その龍博士の流れもあり、自分の本にサインをしてプレゼントしようと思いました。ぜひね、受け取っていただきたいと思います。でただですね、まあ普通にサインするのも面白くないんですよね。ここにいつもねサインをさせていただいているんです。で今回のね、その3万人登録者数記念のサインはですね、なんとこのお守り、この本の付録のですね、お守りのこちらにサインをさせていただこうと思っています。これはなかなかないです。今までですね、いろいろなイベントでこの龍神のすごい浄化術にサインはしてきましたけれども、ここにサインがあるっていうのは正直ない、超レアなサイン本になるかなと思います。おそらく今この龍神のね、すごい浄化術は1万5000部とか世の中に出回ってますけど、中の100冊ですから、1万5000分の100、ちょっと計算ができないですけれども、まあかなりねレアなプレゼントになるかなというふうに思っています。でどうせ当たらないんでしょっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。まあでも応募しただけで運気が上がる、そういう企画になっています。皆さんが応募をしていただきます。でその応募していただいた皆さんのお名前に対して一人一人にですね、龍神のエネルギーを流すという遠隔参拝付きにしたいと思っていますので、ぜひぜひ今回のですね、この龍神のすごい浄化術サイン本プレゼントキャンペーンね、申し込んでいただけたらと思います。申し込みの仕方なんですが、いくつかステップがあります。1番目、慎吾の公式 LINE に登録をしてください。概要欄に貼ってあります。慎吾の公式 LINE に登録をお願いします。2番目、僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE に登録してください。2つの公式 LINE に登録することで、このプレゼントキャンペーンの参加資格が得られますね。そして2つの公式 LINE に登録した上で、また慎吾の公式 LINE に戻ってください。慎吾の公式 LINE 開きますと、下の方に画像でこの本の、画像が入っている、いわゆるリッチメニューと言われる画像が出てきます。そしたらそれをポチって押してください。そうしますと、いわゆる申し込みフォームと言われるものが出てきます。見たことありますか？お名前とか電話番号とか E メールアドレスとか入れる、何かその物を買う時だったりとか、何かのイベントに参加する時に入れる、そういうフォームと呼ばれるものですね。その申し込みフォームにご入力をお願いいたします。
公式 LINE を登録するだけではプレゼント送られてきませんからね、気をつけてくださいね。その申し込みフォームに申し込みをすることで、このキャンペーンの申し込みになりますので、よろしくお願いいたします。で、申し訳ないんですけれども、当選は発送をもって、当選のご報告と変えさせていただきます。ですから、突然家に本が届く。わーみたいな。1万5000分の100の本が来た、トゥルルトゥトゥン、おめでとうございますっていうようなね、感じになるかと思います。もしね、届いた人はぜひ SNS などでね、写真を撮って広めていただけたらと思います。私当たったのよってちょっと自慢してくださいね。もしね、当たらなかったとしても皆さんのお名前にエネルギーを込めるというのはね、今回やらせていただきますので、決して損はしないと思います。ぜひ今回のキャンペーン応募をお願いします。応募期間は本日2月14日から今月いっぱい2月28日までの約2週間とさせていただきますので、ぜひね、お友達を誘って、慎吾さんこんなことやってるよっていう感じでね、おすすめいただければと思います。はい、ということで、今日の YouTube はプレゼント企画でした。バレンタインデーですので、皆さんにプレゼントをしたいよというね、僕のエネルギーをぜひ受け取っていただけたらと思います。ありがとうございます。ということで、 YouTube 面白いな、楽しいな、ためになったな、プレゼント欲しいなという人はチャンネル登録をお願いいたします。僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE と、僕の慎吾公式 LINE ね、2つに登録をお願いします。2つに登録するとこちらのね、本プレゼントキャンペーンに応募ができますからね、ぜひお願いいたします。それからこの本ね、プレゼントもいいけど自分で買うのもいいっていう人はぜひ Amazon でご購入ください。 2,3 冊ね、手元に来た人がいるんですよ。いろんな人がプレゼントやってるからね、プレゼントいっぱい来て、くじ運が良すぎていっぱい無料で本が来たっていう人はぜひお友達にね、プレゼントしていただけたらと思います。それから僕がプロデュースしました成田山の新勝寺の表参道にあります龍神様の開運堂、絶賛オープン中ですので、そちらも合わせて来ていただけたら嬉しいと思います。ということで、 YouTube を終わりにしていきます。見ていただいたあなた、愛してるよ、せーの、リュウ、またね、バイバイ、ぜひ受け取ってね。皆さん見ていただいてありがとうございました。人気動画はこちら、チャンネル登録はこちら。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、金運流浄爆上、またね、バイバーイ。